皆さん、新年明けましておめでとうございます。小原好美です。この番組は私小原好美がいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。本日は1月2日お正月ですね。お正月ですねそうですね、多分私は今頃、多分実家に帰っているかと思いましたが、実家で多分弟と私の旦那をすごく好いている母親と多分聞いていると思います。ちょっとややこしくてすみません皆さんはいかがお過ごしでしょうか。はい、まあね、オープニングちょっと語っていこうかなとか、目標とかね、語っていこうかなと思ったんですけど、そんなことより早くゲストを出せって思ってる方いっぱいいると思うので、なんか抱負とかは多分次回話そうかなと思います。ということで、もう誰だか分かってますよね。はい、旦那です。はい、ということで、そろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。ラジオネーム春巻さんからいただきました。小原の声で聞きたい日本語、謹賀新年。小原好美の心置きなく。改めまして、小原好美です。それではここからはニヤニヤが止まらない、こちらの方と一緒にお届けします。どうぞ。どうも、小原好美の旦那、石上静香ですようこそようこそ。もう何回目ですか、来ていただいて。3回目。もう、ね、去年も正月の頃に呼んでいただいて本当にありがとうございます。準レギュラーですね今のところ3回来てるの私ぐらいだよ。やった。連続で来てるのは多分ずっちだけだと思う。1年に1回お願いしますはい、嬉しいですね。ということで、1年あっという間だね。早いね。早いね。2022年だって。抱負は何ですか。怖え。いや、オープニングで言ってたからさ、抱負聞きたいなと思って。私、今年30になるんですよ。おめでとう。見えないね。ありがとう。30になる。最初に出会った頃はこんなにちっちゃかったのに。いつから知っとんねん。そうだね。それもあるし、うん、まあ、やっぱもう、言うて新人ではないので、うん、だからいろんなお芝居の幅を広げたいなって、まあ、常々思ってはいるんですけど、広がってるよ。去年はいろいろとそういう意味でこう考え込むとか悩むっていうこともあった一年でもあったから、うん、もっと自分の幅を広げられるように、うん、なんかこうステップアップしていきたいなっていうのと、あとまあお芝居以外でも表現したいこととかって私の中には結構あったりするから、うん、まあそれが実現するかはちょっと難しいかもしれないけど、それにこう少しずつ近づいていけたらななんて、なんかこうぼんやりだけど応援してるから。ありがとう。一番近くで応援してるから、ありがとうということで、ズッチはどうですか。私、そう、毎年ね、抱負難しいなって思ってたんだけど、うん、今年はね、一個決めたの。何。肯定する。ほう。なんか大体、例えば演技上手いですねとか褒められても、いやいやそんな私とか、おしゃれですねって言われても、いやそんなって言ってたんだけど、一、うん、回肯定してみようと思って。おめえすごい、ありがとうございますって言える自分になりたいなっていうのが抱負です。何があったの別に何もない。何、ユッケにいじめられたの。違う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 。そうなんだ、まあね、こうなった理由もちょっとね、別のゆずらじっていう方で喋ってるんで、よかったら聞いてください。わかりました。はい。そしてそうですね、今年から我々本当に本当の意味で家族になりまして語弊がまあね、率直に言うとね、うん、婿入りさせていただきましたというか、はい、はい、そうですね、1月1日からね、私も大沢事務所の方にお世話になることになりました。はい、よろしくお願いします。お願いします。先輩って言ったらマジであれだよもう江崎さんにすぐ言うから先輩って言ったらやめさせてください。そんな権限ないけどすごいんですよ、ココちゃんって私のこと本当に肯定してくれますし、何言っても本当に怒んないんですけど、うん、先輩って言った瞬間、今まで見たことない形相でお前やめろみたいな感じの顔されてもうね、先輩って言った瞬間にもう
マネージャーにチクるっていう。怖い怖い。大丈夫、江崎さんも把握してるから。オッケー、分かったって言ってるから。ちょっとね、禁句になってますね、ココちゃんの前で唯一。NG ワードですよ。はい。お世話になります、これから、はい。これからね、よろしくお願いいたします。ということで、ここからいろいろ語っていきたいんですけれども、お正月ということでね、特別企画をご用意していただいたので、早速やっていきたいと思います。はい。題して、新春ココラジみくじ。おお、正月っぽいねえ。今から交互に、こちらにあるおみくじボックスからおみくじを引きます。出たおみくじに書いてあることを実行していき、今年1年より良いものにしていきたいと思います。ということで、いいですね。ちなみにね、どういうコーナーなのかっていうと、あの中に大吉、吉、凶が入ってまして、はいはい、大吉を引いたら相手に自分の好きなところを言ってもらえる。大吉なんかそれは。大吉だけどちょっと照れちゃうっていう。なるほどね。あのくじですね。そして吉は皆さんからいただいた、リスナーの皆さんからいただいたメールを読んでいきたい。そして凶が出たら、佐々さんが考えた可愛いセリフを読んでもらうっていうコーナーです。苦虫噛んだような顔して、ね、なるほどね。やってみないとわからないと思うので、やさっと基地がいっぱい入ってるよ。そうだ ねやっていきましょう。信じよう。お、すごい、ちゃんと正月っぽく結ばれてる。じゃあ引いていくね、うん、あ、本当だ。おみくじの結び方になってる。選びました。ココちゃん、1個目のおみくじはなんだこれ。え、あ、よかった、吉が出ました。リスナーさんからのメールをご紹介します。はい、選んでいきますよ。ラジオネーム、エムーシャさんからいただきました。ありがとうございます。小原さん、ゲストの石神さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。お二人に質問というか話し合っていただきたいことがあるのですが、お二人がもし共通の趣味を持つとしたら何を一緒にしたいですか？個人的に小原さんはガチャガチャをたくさんするイメージがあるので、石神さんの趣味、小物集めならすぐにでも始められるかな、なんて思ったりしています。あ、趣味か。うん、そうそう、最近ココちゃんガチャガチャなんかやってるって聞くよね。ガチャポンを、いろんな、街中で一人ぼっちで回してる。ガチャポンはみんな一人で回すから大丈夫。なんだろうね、共通の趣味。確かに小物集めって、プロフィールに書いてあるね。書いてあるけど、最近集めてないな。なんか昔は、なんだろう、今ちょっと髪短いけど、前はもうちょっとココちゃん、今のココちゃんぐらい長かったから、なんか髪飾りとか結構集めてたの。最近もう結ばなくなったし、ピンとかもつけなくなったから、最近やってないからプロフィール変えなきゃね。タイミング的に変えられるね。うん、個人的にずっと引きこもっちゃうか、引きこもるのが好きで引きこもっちゃうから、お家に、そう、一緒にね、出かけたい。ああ、そうだね。私ずっとね、思ってたことがあって、一回でいいからね、気球に乗ってみたいの。はあ、叶えましょう。何でも、気球に乗ったことある？ない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 。じゃあ今年どっかで乗ろう？いいよ。そう、気球に乗ってみたいって思って。ちなみにさ、うん、スカイダイビングってご興味は？ない。あ、じゃあ、ないです。大丈夫です。気球に年内乗れたら。ね、できたらいいなって思います。うん、じゃあ、次、どっち、聞いてもらいましょう。はい、私もさ、ね、メールやっぱいっぱい、そうだね。聞きたいだろうし、基地がいいなと思いつつ、うん、本当にランダムなので。うんうん。うん、お、基地だ。お、リスナーさんからのメールを紹介する。じゃあ、と大吉。ないんですが。はい。土読んでいただけますか？もちろんです。ラジオネーム、絵柄もちさんからいただきました。ありがとう。ココちゃん、旦那さん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。このラジオを毎週の楽しみにして日々過ごしています。ありがとう。私は現在、地元の高校に通っている高校生です。うん。中学校から一緒に上がってきた子や、高校から仲良くなった子など、面白い友達に囲まれながら高校生活を楽しんでいます。うん、お二人は魔法陣ぐるぐるがきっかけで夫婦になったと思いますが、はい、もし、ココちゃんと旦那さんが学生時代に出会っていたら、関係性はどのようになっていたと思いますか？旦那さんの学生時代のエピソードとともに、ぜひ話してみてほしいです。ということで、ありがとうございます。なるほど。どうだろう。考えたことなかった、確かに。そうだね。学生時代もさ、小学校、中学校、うん、高校、大学、専門学校とかいろいろあるじゃん。うんうんうん。どのあたりかな？ちょっとロマンチックに中学校か高校にしてみる。
ロマンチックなの？うん、わかんないけど、小学生だと、わーいって言うだけで終わっちゃうから。そうね。どんな学生でした？私、中学と高校でめちゃめちゃ性格違うかもしんない。中学の時はどうだったの？あのね、中学っていうよりかは、小学校から中学校までは、めちゃめちゃアクティブで、めちゃめちゃ外でも遊ぶし、なんだろう、あ、家でも遊ぶんだけど、すごいね、めちゃめちゃおしゃべりだった。へぇー。でもね、ちょっときっかけがあって、中2か中3あたりから、めっちゃ本当に性格が激変して、おとなしくなったの。なんで？いろいろあったのよ。大人の階段に登る瞬間が。うんね、あるよね、青春時代って。で、高校の時は？高校はね、基本おとなしかったかな。多少やっぱね、周りの友達とは全然喋るんだけど、なんか、中学校は本当にリーダーシップじゃないけど、なんかみんなをまとめる役みたいなのとかやってたの。学級委員長みたいな。でも高校になってからはすごいおとなしく、普通に粛々と、漫画描きながら生活してた。ああ、そっか、絵描いてたもんね。こうちゃんは？なんだろうね、私、基本的には変わんないんだけど、中学の時は、まあ、おとなしかったかな。なんか、なんだろうな、そういう何かがあったとかじゃなくて、人の話を聞く機会がすごく多かったの。聞き手になってたんだ。そう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 。で、部活、バドミントン部入ってたんだけど、まあ、当時部長が大変そうだった。まあ、部長って大変じゃない？だからその部長を、なんか、サポートしつつも、私はこんなんだから別に副部長とかそういう立ち位置でもないから、なんか、声出し部長的な役割で、なんかこう声出ししながら部長大丈夫かなーつって見守ってたりはしてたけど、ね、まあ基本的には明るくて人と話すの好きなのには変わりないが、多分ね、学生時代に出会ってたらずっちから話しかけてくるってことはなさそうなのよね。あ、本当？うん、なんかおとなしそうなイメージだったから、私は勝手に。だから私から気になって、先輩、って言って声かけてた。あ、そうか、同学年じゃないもんね。めっちゃ同学年でイメージしてたよ。あ、本当？まあ、同学年だったとしてもめっちゃ声かけに行ってたかもしれない。ココちゃん、本当にね、もうなんか、コミュニケーション能力本当にすごいもんね。ただ喋るのが好きなだけ。羨ましいよ。ちなみに、制服は何でした？あー、ブレザー。あ、うん。私は中学の時セーラー服で、高校ブレザーでした。うわ、勝ち組。そうなの？え、セーラー服のココちゃん見たい。セーラー服のタイが緑色っていう謎の制服だったよ。え、いいじゃん、かわいいじゃん。本当？頑張りますか、皆さんが。じゃあ、くじ引いたので、はい、開いていきますね。じゃん、お、吉、リスナーさんからのメールです。いいですね、どんどん読んでいきましょう。ありがたいよ、みんな送ってくれたから。ね。なんてこったら山口さんです。ありがとうございます。ココちゃん、ずっちゃん、やっほー。やっほー。ずっちゃんって呼ばれることあんの？あんまない。ゲストのずっちゃんに質問です。何ですか？以前、この番組では、ココちゃんの家に入りたいリスナーが、家に上がりたい理由を、説明して、家に入ろうというコーナーがあったのですが、ココちゃんはほとんどのリスナーを拒絶しました。そこで、ずっちゃんならどう説明して、ココちゃんの家に上がろうとしますか？もっと言えば、どう説明して、ココちゃんと同じベッドで寝ようとしますか？模範解答を知りたいリスナーが多いと思うので、お願いいたします。前回、ココちゃんお邪魔しますっていうコーナーがあって、玄関の扉をノックスしてもらうのね。知らない人から、怖いじゃん、そんなの。コンコンつって。それで、ココちゃん、ほにゃららほにゃららだからお家に入れてって言って、私が、あ、どうぞいらっしゃいつってガチャってこう招くか、お帰りくださいって言って帰ってもらうかっていうコーナーがあったの。なるほどね。そうそう。なんかね、あなたになりすますっていう人だとか、未来の旦那だって言ってくる人がいたの。だから、お前は違うって言って、静かならそんなことしないって言って、なんかこう拒絶したのはあるんだけど。なるほどね。ずっちだったらどうやって家に入りますか？え？私が私じゃない前提ってこと？いや別にずっちでいいんじゃない？私だったらってそのまま入れちゃうでしょ？うん、そうだね。どうするかな？仲良く。でも自分から行きたいって言わないかも。なんか、誘われないといかないかもしれないですね。そうだね。うん。そうだね。元々の性格上。なんか自分からぐいぐいやっぱ行けないんで、嫌われちゃったりするかなってなるんで、だから逆に私は誘ってもらえるような手順を踏みます。はぁー。聞いてる？リスナーさん。じゃなくてね。
こうだから入れてじゃなくて、え、じゃあうちにおいでよっていう流れを作る。言ってもらえるまでの流れを作る。ああ。OK ですか、これで。正解です。じゃあズッチに引いてもらいます。ココちゃんのベッドにはね、見ると私しか入れないからね。そう、あとココリスしか寝れないからね。あ、でも私たちちゃんのベッドに確か行ったことないな。そうだね、ベッドルーム入ったことないね。扉いつも閉まってるから。次回行くわ。じゃあおみくじ引きます。いい、バン。お、いいですね。キチリスナーさんからのメールを紹介します。じゃあ読んでいただきましょう。はい、ココネーム、ウィルさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃん、石神さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。現在、別居中のご夫婦のお二人ですが、はい。なんか言い方があれだな。一緒に住むとしたら、どんな家に住みたいですか？あー。まずあれじゃん？ミルちゃん帰る、ね。そうだね。ココちゃん帰るお家じゃん？うんうんうん。え、一軒家がいい派、マンション派がいい派？あ、それは相手に合わせようかなっていう派だから、特になんかそういう郊外、こうじゃなきゃ嫌だっていうのはないかな。うん、まあでもね、現実を考えるとお互いやっぱ都内で仕事してるから、都内の一軒家はなかなか大変だもんな。都内のマンションでいいのかな？ね、じゃあ都内のタワマンにしよう。すげえ。二人で都内のタワマンに住もう。二人の収入を合わせて、タワマンに。いけるかな？頑張るしかないな。大沢事務所さんとお互い頑張んなきゃいけない。あれ、この二人住所一緒じゃねみたいな。あれ、合室も一緒やぞ。え、ちょっとやばいなみたいな。なんか部屋のこだわりはありますか？でも私も基本その人に合わせるつもりかもしんない、うん、一緒のベッドでもいいし、別々のベッドでもいいし。あー、そうだね。私はなんだろう、作品で言うとナナみたいな部屋がいい。あの、ナナの漫画に出てくるリビングっていうか、そういう部屋は一緒だけど、うんうん、寝室は別々とかの方が、うんうん、なんだろうな、やっぱり仕事をそれぞれしてるから、うん、なんかこうリズムが違うじゃない。確かに寝る時間とかね、起きる時間とかね、帰ってくる時間とか起きる時間とかっていうのがやっぱバラバラだと、やっぱ同じ、どうしてもベッドになると、うん、なんかちょっとしたことで起きそうじゃないですか、うんうん、わかんないけど、うんうん、そうだから、そういう気を使っちゃうと思うから。確かに私あと寝相悪いし。私そうなの？結構寝返り打つ。へー。最近は大丈夫だけど、昔は本当に枕に足がいっちゃったりとかしてた。へー、うん、今はないよ、うん、大人になってからないけど。へー。小学校とかもう全然、もうどこで寝てんだろうっていうところで起きるもん。へー。見知らぬ天井、いや実家だみたいな。そうなんだ、うん、いやだからそういう寝る時ぐらいはなんか一人のこう解放された空間があった方がいいのかなって、それぞれね、うん、じゃあリビングと防音室1個と寝室2つ、うん、そうだね。あとまあできればなんか物をしまっておく部屋があったらいいなって思う、うん、1個ね、部屋と、うん、洋服とかなんかグッズとか手紙とかさ。そう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 。何 LDK だ、やべえぞ。やべえぞ。 4LDK、 うん、タワマン住んだことないからわかんないけど。私もわかんない。4LDK ぐらいでもタワマンならあるのかな。まあ、とんでもない額だと思う。いいですね。妄想が広がりますね。あ、リスナーさんだ。お、これ嬉しいけどさ、なんか最後の番にかけてセリフのオンパレードとかになったりしないよね。時間がほらあれだったら。そうだね。カットされるから。そうだね。よし、では読んでいきます。はい。ココネーム中友さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。石神ご夫妻こんばんは。こんばんは。そして明けましておめでとうございます。おめでとうございます。お二人に話してほしいトークテーマは夫婦喧嘩をした時の仲直りの仕方についてです。昨年旦那様がゲストに来られた際、石神家の夫婦円満の秘訣はという質問に対して、喧嘩をしたことがないとお答えいただきました。僕と妻は喧嘩をしても大体その日のうちに自然と仲直りしていることが多いのです、いいじゃない。稀に1日2日ほとんど会話をしなくなるほどの大喧嘩をしてしまうこともあります、うんうん、そういう大喧嘩に発展してしまった際は大抵どちらかが先に折れて謝って仲直りするのですが、うん、もう少しいい方法はないかなと悩んでいます。そこで、なるほど、喧嘩をしたことがないお二人がもし喧嘩をしてしまったらどんな風に仲直りしようと思うのか聞いてみたいです。結構ね、この方の話し方的にも結構最良な選択肢なんて気はするけどね、うん、もうこれ以上のいい方法は逆にないんじゃないって、探すのが難しいんじゃないって感じだけど、うんうん、
まあ、本当にね、喧嘩してる、絶対も私一生ココちゃんとは喧嘩しない自信があるもん。なんかね、どっちかがイラッとしたとかそういうのもないんだよ。うん。全くない。あ、やべ、なんか怒らしたかもつって気使ってとかっていうのもないんだよ。うん、全くない。そう。ココちゃんがそもそも怒ってるところが想像できないけどね。いや、あるあるある。本当？あるけど、でもなんか逆にある意味喧嘩したら終わっちゃう気がして怖い。え、終わんないよ。大丈夫だよ。喧嘩したことがないからこそ。そもそもでも私もそんな、なんか、イラッとすることはあるけど、うん、喧嘩するほどのことはもうここ何十年ないからな。なんだろうね。でもね、いわゆるこう、今聞いてくださってるリスナーさんが知ってるっていう私だったり、ズッチの姿じゃないプライベートの部分、うん、本当の石上静香とか本当の小原好みの姿をお互い知ってるから、うん、なんだったらもう何年？5年くらいの付き合いだから、うん、ほぼほぼ分かってるんだけど、うん、それでもないんだよね。だから、そう、本当に申し訳ないけど、ないんだよね。ないんだよね。そう、なんかイメージ作りをしたいとか、なんかそういうんじゃなくて、うん、本当にないから逆に答えるのが難しい。でもだからこそ、そのね、一日、本当に喧嘩しちゃったら、一日一回お互い口を喋らず冷静になって、あ、でもやっぱり言い過ぎたなとかさ、やっぱ自分が冷静になる時間っていうのは必要だと思うから、うん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 、すごい、それが一番最良の選択肢な気がする、うん、多分喧嘩をしたとしても仮に我々が、うん、多分ね1日2日以内には必ず動き出すと思うよ、どちらかが、うん、うん、って感じかな。だから少なくとも私はもう何かあったらすぐ謝るわ。うん、いやいや、明らか私が悪かったら怒ってていいんだけどさ。いや、それでも私謝っちゃうな、ココちゃんだったら。って感じかな。ごめんね、なんかいい回答ができず。うん、でもそのままでいいと思う。うん、いいと思う。いい関係だと思うよ。うん、じゃあ続いて、入れ直したのか。あはは、テコ入れが、まん、あ、テコ入れされた。今日だ、スタッフさんが考えたセリフを読む。ズッチが、言うてもね、スタッフさん優しいから。何？なるほど。何？スタッフさんが考えたセリフです。好、う、み、ん、今年は家に入れるの、私だけにしてよ。はい。あえてね、好みって言いました。はい。大丈夫だよ。他の人も入れてあげて。好みって発音が合ってた。そう、ココちゃんね、プライベートっていうか家族で喋ってる時ね、好みっていうもんね。そう、好みって言って育てられたから、うん、そう、好みって言ってもらえるのはもちろん嬉しいけど、うん、近い人は好みって呼ぶから。マジかよ、今日だよ。あはははこれだった。聞きたい聞きたい。あー、何？お姉ちゃんって呼ばれることは、うんうん、ときめきますか？お兄ちゃんの方がいいですか？どっちでもいいですよ。じゃあお姉ちゃん、ココちゃんだったら何でもときめきますよ。いくよ、うん、ココちゃん、なんだかお眠くなっちゃった。静かお姉ちゃん、ココちゃん膝枕してほしいな。ダメ？いくらでもしてあげるけど、静かお姉ちゃんのところをお兄ちゃんでもやって。はぁ、あ、静かお姉ちゃんじゃなくてお兄ちゃんでやって。お兄ちゃん、それリスナーから。じゃあ目言われたからね、はい、そうそうそう、携帯の着信音にするから。仕方やだよそんな。行くよ。はい。ココちゃん、なんだかお眠くなっちゃった。お兄ちゃん、ココちゃん膝枕してほしいな。ダメ？いいですね。でもさっきのが甘えてたね。そうだね。なんだろう。なんだろうな。でも、静かに膝枕してもらったら、なんかその後怪しい気がするよ。触るよ、私は。そうだよね。そうだよね。触りますよ。ということで、新年早々騒いですいませんでした。以上、新春ココラジみくじでした。小原好みの心置きなく。
してきました小原好みの心置きなく、お別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジアットマーク joqr.net、 ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や普通た何でも構いませんよ。ぜひ送ってください。そしてメールを送る際は郵便番号、住所、本名を忘れずにお願いいたします。今回のステッカーなんですけれども、まあね、おめでたい新年ということで、お年玉として、今回読まれた方全員に、プレゼントしたいと思います。お、太っ腹。丸いね、ステッカーが届きますので、ありがとうございます。ぜひぜひお守り代わりにお持ちいただけたら嬉しいですよ。うん、ということで、じゃあズッチからお知らせ等ありましたらぜひぜひ。そうですね、じゃあ私からは1月版のアニメとして、あけびちゃんのセーラー服でわしおひとみちゃん役、鬼滅の刃遊郭編でマキオちゃん役、週末のハーレムでイスルギネネコちゃん役、そしてこちらパウパトロール、シーズン4でチェイスくんなどなど、他にもいろいろ出ていますので、詳しくはねちょっと直面の方でも話しておりますので、チェックしていただければと思います。はい、じゃあ私からもお知らせいいですかね。お願いします。ワッチャプリマジにてパタノで出演させていただきます。もう出てきましたね。そしてからかい上手の高木さん3ではミナ役で出演いたします。そしてそしてあけびちゃんのセーラー服では、大熊みのるとして出演させていただきます。そして U-NEXT にて映画大好きポンポさん、そしてドゥームパトロールシーズン2が配信中となっております。ぜひよろしくお願いします。あけびちゃんね、めちゃめちゃ久しぶりに共演ですね。そうですね、うん、関わってるのかどうかはぜひぜひご覧ください、見ていただいてということで、どうでした？久々に。もう終わり？本当だよね、早いよ。本当だよね、感覚でも15分ぐらいの感じなんかもう一本出てほしいぐらいですけど、いやいや、ね、いつも去年もね新年で呼んでいただいたので、うん、今年も新年に呼んでいただき、うん、ね、またちょっと立場が違う、うん、せんな、なに言っていいけど、言っていいけど大変なことになるよ怖い怖いね、本当にね、どん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 ココちゃんと関わらせていただいて、私は幸せでございます。そうだね、本当の家族になったので、今後とも石上静香と小原好みの、なんだろうな、でももう石上夫妻じゃなくて小原夫妻ですね主導権はもうココちゃんが握ってる、向こう入りしたからってこと、向こう入りしたんでえ、じゃあ小原夫妻を応援していただけたら、はい、嬉しいです。よろしくお願いしますそして今回の今週の一言はラジオネーム、コンドルになりたいコンコルドさんからいただきました。本来だったらこんなメールは読みません。あれ、でも相手がいるってことなのでね、お選びました。サービスだ。そう、スタッフさんたちざわざわしてたよということでお別れです。ここまでのお相手は小原好みと石上静香でした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバイ。108個私の魅力を言うか、108回私とチューするか、どっちがいい？私はどっちでもいいかな。照れたよ、ずっち照れたよ、やった